4月29日、湖南省調査市で6階建てのビルが倒壊しました。当局は30日夜になってようやく、事故によって23人が内部に閉じ込められ、39人の行方が分からず、5人が救出されたと発表しました。 現地の住民は、救助が父として進まないのに、体裁だけ繕っている当局を強く非難し、行方不明者の家族の中には、何の情報もないことに絶望して、ホテルのロビーで泣き崩れた人もいます。4月29日午後、調査市市街地にある飲食店などが入る6階建てのビルが倒壊しました。 近くには調査医学院があり、事故当時はお昼時で、たくさんの学生がビル内で食事をとっていました。事故発生から4月30日夜までの間に当局は、事故によって23人が内部に閉じ込められ、39人が行方不明と発表しましたが、実際の状況は分かっていません。ネッットト上ににアップされたあるるリストによると、 行方不明者のうち少なくとも36人が調査医学院の在学生であることが明らかになっています現場の動画によると救助が父として進まず体裁を作ろうことに終始しておりさらに一般の住民は事故現場への立ち入りが禁止されています 動画には一部の民衆が現場付近に集まって家族の消息を今か今かと待ち続けている人が撮影されているほか悲痛の思いで泣き叫ぶ人の声も入っていますある市民は倒壊してがれきの山となったビルを遠くから見つめながら犠牲になった家族を思って涙しまたある人はおえつをこらえきれません 事故発生から3日目となった5月1日、子供と連絡が取れない親たちが、子供の情報が全く入らないことに泣き崩れました。またある親は、ホテルのロビーで号泣しました。生き <laughs> 埋めの人の生存確率が急激に下がると言われる黄金の72時間までに救出されたのは、わずか7人でした。 関西メディアの報道によると事故発生から88時間後の3日午前4時に9人目の生存者21歳の女性が救出され5日早朝に10人目の生存者が救出され病院に搬送されました50人以上の安否がまだ分かっていませんしかし本当は何人が内部に閉じ込められているのか何が起きたのか外部から知ることはできません 情報によると、倒壊したビルは2012年に建てられた6階建てでしたが、2018年に増築が行われ、違法建築の疑いが持たれています。5月1日、地元警察はビルのオーナーや工事関係者など9人を刑事拘留したと発表しましまた。NTD ジャパンがお伝えしました。